吉川康二郎は日本の中国文学者、文学博士、芸術院会員、文化功労者、京都大学名誉教授、兵庫県神戸市の貿易省の次男に生まれる。中宮の小学校を経て、諏訪山小学校を卒業した。1916年に神戸第一中学校入学後は、四季、水古伝、西遊記、三国志などの役所に親しんだ。 1920年、第三高等学校文科交流へ進み、雑誌、品学の導人だった、青木商事の地遇を得た。在学中に現代中国語を学んだり、1923年には中国江南を旅したりした。中国へ傾いたのには、芥川龍之介や佐藤春夫の影響もあった。大学は、京都帝国大学文学部文学科、加野直樹。 鈴木虎尾に交渉学、中国語学、古典中国文学を学んだ。1926年卒業論文、異性通論を漢文で書き、大学院に進むと投資を研究した。1928年から1931年まで、先輩各の倉石武史郎と北京に留学し、帰国後、東方文化学院教都研究所所員となり、兄弟文学部の講師を兼ねた。 この頃、中国に徹するため、当時の品服で暮らし、中国語で会話し、中国語で論文を書いた。孔子を尊敬し、儒者として書生した。字として、義行を生涯用いた。1932年、中村信と結婚し、左京区に修正在住した。1935年から1941年まで、倉石、小川玉らと光栄脱著。 少書正義の定本を作るための解読を続け、1939年から1945年にかけて東方文化研究所から発行された少書正義定本や、1940年から1948年にかけて岩波書店より発行された少書正義の日本語訳などに実った。1939年から1947年まで、 最初は青木昭治が指導して原曲辞典編纂のため民の造房順の原曲線を解読しその成果の一部は1951年1976年1977年に京大人文科学研究所より発行された原曲戦尺に実ったこの頃から日本語の論文を発表し一般向けの啓蒙書も出版していった1 9 4七年 元雑劇研究により、文学博士号を得て、同年京都大学に移って文学部教授となった。1949年、母校旧正神戸一中の後ろ見、兵庫県立神戸高等学校の校歌、ワコードは、学び合う高木に造形を作詞、初の日本語の詩であった。1951年日本学術会議会員になった。NHK ラジオの文化講座で、 中国の文学を講義した。1952年国語審議会委員に就いた。1954年サンフランシスコ平和条約締結後国務省に招かれアメリカに遊んだ。1956年から1958年は文学部長に就いた。1958年に NHK 教育番組の教養大学で中国文学入門誌を中心としてを講義。 1959年日本中国学会理事長。1960年モスクワの国際東洋学者会議に参加し、ヨーロッパを回った。1962年コロンビア大学の客員教授として約4ヶ月ニューヨークに滞在した。1964年日本芸術院、会員。1966年東方学会理事長。 1966年 NHK ラジオで論語を講義した。1967年徒歩の指論と歌を最終講義として京大を定年退官名誉教授。徒歩に取り組み森詩を読む読み盛り会学生陰性をおもとする小読み盛り会を始めた。前者には足利敦志氏大山定一野間行信らが集った。 1968年から1970年に、吉川幸次郎全集を、自編。1969年、文化功労者に選出。また、フランス学士院からスタニスラス・ジュリアン賞を贈られる。1970年 NHK 放送文化賞。1971年朝日賞。この頃から江戸期の受学者、伊藤仁斎伊藤東外お牛ソラ 新井白石らの研究著述も進めていった。特に、元織の利長は、漢文は、中国の発音で読み下すべきとする心情の尖閣として、戦前から思縮していた。1974年、君に当局日、茂光明。1975年、外務省の学術文化法中施設団団長として40年ぶりに、法中 1977年から徒歩全市の役中を目指し、徒歩市中を観光開始。1978年 NHK 教育テレビで徒歩市長を26回講義した。翌年再び中国文学研究者方花団団長として中国を3週間巡った。1 9 8 2年2月徒歩式を観光するが4月8日に、 眼性腹膜炎によりボス。法名、門徳院尺斎は以前、大谷凡病での葬儀、同墓地に埋葬された。没後、君一等随法賞を贈られ、十三味に受せられる。コロンビア大学でも追悼会を催した。弟子たちには、竹内静夫、黒川洋一、竹内実、る、清水茂、入谷千介、高橋和美、市海、友義。 加計久美子、加計文いぶんしょ村上明、せんひろら多数がいる。実施、吉川多田は、中世中国史学者で、東方学会会長を務めた。造書の一部は、生まれ故郷の神戸市立中央図書館に寄贈され、吉川文庫として所蔵されている。各文献最高尾は、原稿版での最も新しい重版、改版であるが、 以後も重版した書目がある。ありがとうございます。